フランケンたちの民族ダンス、なんかね好きですね、こういうのね。右の方にね気をつけた方がいいと思うんですけど、あーこれはまあね踊りすぎた、もう目回るぐらい踊ってたね。さあこれはね防衛戦なんですけど、これはねどう防ぎていく。おっとザビスが敵を倒していく。いやいいですね、あ素晴らしい。おっとこのウルトシュートをギリギリ止めていく。いやまあやっぱそうなるよね、しょうがないよね。まあ、モーティスのね神業ちょっと久しぶりですよね。まあ一味違うんですよね。でこれで右サイドからね行くんですけれども、まずはボールを右に蹴飛ばして、まあ一言で言うと惚れた。ザベスがシュート打ってくる。おーおおやるやん。名前がじいさんなんですけど、これ完全に俺のこと意識してるよ。さあまあくだらない話はここまでにしといて、こっからね。いやだからやってること完全にラグビーなんだよな。おっとこれはまずいのではないでしょうか。ここで黒が止めに入る。おおギリギリ、やばいやばい、ギリギリ耐えていく。おおおっと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 、いやでも背中でキャッチしたでしょ今の。絶対ダメ、なんかおかしかったでしょ今の。チーミングでね仲良くやってるんですけど、あ隕石に当たってしまう。おっとっと、バネトラップでも引っかかっていく。いやこれ追撃の隕石も食らってね、こいつ。おお、なんでお前も飛んどんねん。いやお前はなんで飛んだんや。ポルターガイスト現象やん。フレンドと2人でやってた時なんですけど、ボットが暴れていく。4回も反射。お前そんな格好つけるボットなんか嫌なんだけど。さ黒と8ビットとカールですね。これはなかなかね厳しい状況なんですけど、さあさあビットが、あービット倒れていく。ここで飛ぶ。おっとここ、うん、あなんか引っかかってる。これは恥ずかしい。プリモがね攻撃してタレットを壊していく。ここでプリモも暴れていく。さあここで飛ぶ。さあこっからビビが攻撃。おー1人ワンツー。いや敵もねナイスアシスト。